皆様、2023年4月17日から21日までの近畿キッズ第1放送案内をお伝えしたいと思います。最新のブンブブーンにあった対決で、あのちゃん2勝のため、12時25分または45分から16時30分まで中断があります。あのちゃんがご褒美ドーナツを獲得したので、夜の近畿ニュースから5時ちょうどまで中断もあります。強しの方が失敗多かったので、高一拡大ですが、18日はエンドレスショック救援のため、中立な日です。フローズンボックの質問が終わるまでというトーク番組の一部放送を、近畿キッズ第10放送に移動する可能性があります。ラジオ放送案内はこちらです。あのちゃんのご褒美ドーナツ獲得のため、ラジオ高一は、深夜の2時ちょうどから5時ちょうどまで中断させていただきます。ラジオ強しは毎日8時ちょうどから0時ちょうどまでです。
まもなく6時ちょうどです。おはよう近畿の前には近畿キッズ交通から運転見合わせ案内です。キッシーのはやチャンネルが堂本剛の誕生日記念生配信を1週間延期させたので、2023年4月18日から23日まで135系統バスは堂本剛には一切止まりません。堂本剛停車中止のため50系統、106系統、225系統との接続が一時的になくなります。大変なご迷惑をおかけしております。